こんにちは、バーバです。今日はこの八角形の形をしたかわいい箱の作り方をご紹介します。折り紙1枚で作ることができる箱です。では早速作っていきましょう。用意するのは15センチ四方の折り紙が1枚です。まず色の面を上にしてこのような向きで置いて、三角形に縦と横半分に折って折り筋をつけます。開いたら今度は裏返して白の面を上にして、今度は四角に縦と横半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら広げて、色の面を上にした状態で今ついている折り筋通りにこのように四角形に折りたたみます。そしてこのように開いている方の角が上に向いて、閉じている角が自分の方に向くようにしておきます。下の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせております。裏返してこちらも同じように下の縁を中心に合わせております。このように折ったら今折った部分を開きます。そして一つの角をこのように真上に立ち上げるようにして、立ち上げた角の中を指を入れるようにしながら、このように今つけた折り筋通りに広げます。残り3箇所の角も同じように広げていきます。角を真上に立ち上げるようにして、このように折り筋通りに広げます。4箇所ともこのように広げたら、1枚このようにめくるようにして、この平らな面が表に出るようにします。平らな面を表に出したら、次はこの左右の角をそれぞれ内側に向けて折っていきますが、角をこのように内側に折った時に、この角が中心の折り筋よりも反対側に飛び出るように角を持ってきて、そしてこの今折る折り目が中心の縦の折り筋と平行になるようにバランスを見て折ってください。この折り目と今折った折り目が平行になると、ちょうどこの白と色の境のここの縁がまっすぐ一直線になるので目安にしてください。反対側の角も同じように内側に折っていきます。中心の折り筋よりも反対に角が飛び出るようにして、そして
中心の折り筋と今折った折り目が平行になるようにバランスを見ております。このように両方の角を内側に折ったら、次は今折った折り目のこの下の角、角と角を結ぶ線で一番下の角を上に折り上げます。このように折り上げたら、しっかりと折り目をつけておいてください。しっかり折り筋をつけたら開いておきます。次は上の角をここの縁のところで下に折り下げます。折り下げたら、この今折ったこの右上の角と、そしてここの折り目と交わるここの角、こことここを結ぶ斜めの線で、この部分をこのように一度折り上げて折り筋をつけます。折り筋をつけたら広げて、そして今折ったここの部分をこの下の隙間に挟み込んでいきます。この折り筋のところでこの部分をこの隙間の裏に挟み込むようにして裏側に折り込みます。残り3箇所の面も今と同じように折っていきます。この平らな面が出た状態で両側の角を中心の折り筋より飛び出るように、そして中心と平行になるように折って、この部分はもう折り筋がついているので下の角は上に折り上げなくて大丈夫です。上の角を縁のところで下に折り下げて、そしてこの角と下のこの折り目と交わるこの角を結ぶ線で一度折り筋をつけたら、この折り筋のところでこの部分を裏側に折り込みます。残り2箇所の面も同じように折ります。今ここで折った部分がちょっと厚みが出ていますが、中心のところでこのように折るようにして形が崩れないように気をつけて半分に折って、別の平らな面を表に出します。今までと同じように折っていきます。
4つの面すべてこのように折ることができました。これから内側を広げて箱の形にしていきます。ここの下の角と角を結ぶところでついているここの折り筋が箱の底の部分になってきます。内側をこのように広げて底の部分をここの折り筋のところで平らに広げていきます。中から指を入れるようにしながらこのように内側から底の部分を広げてこのように底が八角形の形に広がったら一度きちんとこの底の縁の部分を改めて折り直して底の形をきれいに整えておきます。全体的に形を整えたらこれで八角形の箱の完成です。折り紙で折る箱は四角形の形が多いですがこれは八角形でちょっと珍しいですし見た目もとても可愛らしく仕上がります。片面が白の折り紙で折ると内側とこの側面の部分に裏の白い色が出てきますが両面折り紙で折るとこの中とここの縁の部分にも色が出てくるので両面折り紙で折るのも素敵だと思います。そしてこのように柄の折り紙を使ってもさらに個性的で可愛くなります。この縁の部分の折り方など細かい折り方は少しありますが折り紙1枚で作ることができますし出来上がるととても可愛らしい仕上がりなのでぜひ作ってみてください。